今日は長さは動画っぽいスキンケアです、はい、はい、こっちはどうするか、あ、このまま伸ばしてもらって、はい、なんかめっちゃ焼けてないですね、ずーっと外いるんで焼けちゃったっす、両手焼けだな、朝から晩まで外なんです、最高に旬ですね、うん、暑くなきゃいいんですけどね、最近車はどうですか、マフラーを変えたいんですけど売ってなくて、欲しい状態のがどうしようかなと思って、両手で今日は買おうかと思今持ってんすよ、置き場所ねえな、家で使えるちっちゃいのに買おうと思ったんですけど、うん、5万円ぐらいマフラー買えるか、そうなんですよね、だったら買った方がいいな、で、どんなマフラーなんですか、砲弾マフラー、砲弾、はい、へえ。あの車でも音変わるんかな、のぶとい音が好きなんで、いや、フォークとかに出てないんだ、出てないんすよ、エルカリとかでも探したんですけど後ろなんですよね、これも裏で、チャレンジャーもグリップ見ようと思ってぐらい、うん、あれやってるよ、やっぱりどういう今日伝えるお願いします、全然パワーの存在感を今これ引き渡してあ、してるけどこういうもんだな、すげえ親切に使えるじゃんとないんですよ、もし最近、はい、